木工店、響き合う魂ヘレーネとピンセントをね、まあ、鑑賞してきました。これを見て私は思うんですけど、なぜ精神科医をやってるのかっていうことに関わってくるんだけど、基本的にあの精神病の人が好きなんですね。それを改めて思います。この作品とか方向の生き方とか生き様とか、基本的にメンタル疾患の人の、まあ、ダメさ加減が好きなんですね。ちょっと支えてあげたいなっていうか、応援したいなっていう気持ちがやっぱりあるんですね。それをすごく改めて思いますね。興味あるのが今回のやつはヘレーネさんのコレクションなんで、随分と暗い絵ばっかり集めたよねっていうのはあるんだけども、いろいろな方も闇、心の闇を背負っていたのでしょうね。そういった部分っていうのも感じ取ると面白いかなと思います。多くのなんていうの、暗い部分にやっぱり共感するというか共鳴してるというか、その中で私が今回の中で印象に残ったのはね、鳥の巣ってやつですね。鳥の巣だけを描いたさ、まあ、卵ちょっとよく見るのあるんですけども、ないじゃないですか、そんな、なかなかその題材としてそれだけを描いたっていうのをあんまりほとんど見たことがない。それをさらになんか真っ黒クロスケじゃないけど、ほとんど暗い感じで描く。あともう一つがこじれた人なんですね、やっぱ五郎さんっていうのはね。まあ、こじれ感っていう、僕の病名に関してはね、転換とか統合失調症とかね言われてますけども、いると思いますけどね、最高齢人っていうか、人付き合いがすごく下手で一生懸命本人はやってるんだけど、うまくその思いが伝わらなくて空回りしちゃう人っていうね、まあ発達障害的なね人というか、まあそういう人に多いのかなと思いますけども、あとやっぱ僕が今こうやって評価されてるんだけど、私は僕のすごいところは1枚もが売れなかったのに何百枚も書き続けてるっていうことなんですね。これはね、これはできないですよ、私はやってたんだけども、いいねが一個もつかないのにずっと毎日投稿し続けるのもなかなか普通の人はできない。それができたっていうのはある意味その病気のエネルギーですね。もしかして病者っていうのはエネルギーを持っていて、それを悪い方に向けちゃうと、まあ、自殺とかいろいろね、こう暗い前半とその黄色い色彩の部分っていうのは、ある意味まあ主と性であり、病的エネルギーとその気分エネルギーがあるんだけども、ね、症状かもしれませんっていうのがもうしょっちゅう送られてくるっていう YouTube でもね、逆にそういう人は共感しやすいですよ。やっぱり僕の生き方もそうだし、なかなか一生懸命頑張っても誰からも評価されませんっていう生き方なわけだから、生きづらさを抱えながらでも頑張っていくといつか評価されるよねっていうことを体現した、まあ、死んだんですけども、メンタル疾患のやっぱりエネルギーをいい方向に使ったってことなんでね、でそこまで深いところまで見れるんだっていうのはすごい面白かったですね、非常にね。という形で、まあ、引き続き定期的にまたこういうのを美術鑑賞もやっていきますし、それ以外の、会などもね定期的に、まあ、少しコロナの方も収まってきているということなので、シオン氏のイベントを積極的にやっていきますので、皆さんもこれからも盛り上げてください。では今日どうもありがとうございました。